しい方が始まる予感するよね。そっかな。私はいつでも何かが始まる予感してるけど。かすみはな、なんてったって能天気だし。私だけ？おたえもそうだよね。私は春っていうとタケノコご飯って感じするけど。おたえは相変わらず独特だね。私は桜の花を見てると私たちみたいって思うんだ。5枚の花びらが一つのところに寄り添ってる感じで。ほら、私たちも5人で一つのこと頑張ってるでしょ。それすごくいい。なんかロマンチックだね。その発想、リミは乙女って感じだな。そういえばアリサ、桜の盆栽ってないの？ある。てかあるに決まってんじゃん。私は盆栽とか詳しくないから。桜って言ったら日本人に最も愛されてる木だろ。その盆栽がないとかありえると思う？いやいやいや、普通ありえないでしょ。なんだか桜の盆栽を語るアリサちゃんが一番乙女って感じがするよ。うるせえな。刀みたいなの振ってるぞ。あれは完全に危ないやつだ。みんな目を合わすなよ。あの子ってひょっとして。 おいかすみ、見るなって。春になるとああいうやつが現れるんだよ。関わらない方が身のためだぞ。っておい、かすみ。ねえイブちゃん、そんなところで何やってるの？知り合いだったけど別のクラスだし、あんまり話したことないから気まずい。イブちゃん、今何やってたの？桜の木に向かってその刀を振ってたけど。実は武士の特訓をしていました。はぁ、武士の特訓ですか？舞い落ちる桜の花びらを刀で切るんです。私の読んだ小説の言語はそうやって特訓をしていました。あ、ご安心ください。この刀は木刀ですから。別にそういう問題じゃな。あかすみ、私は完全に間違ってる気がするけど、気のせいか。私はその刀で桜の木を切れた方が強そうだと思うけど。確かにそう言われればそうですね。わかりました。それでは参ります。ダメダメダメ、イブちゃん、そんなことしちゃダメだよ。今完全に目が光ってたよね。はぐみ、お花見って本当に楽しいわね。ココロには絶対負けないからね。あ、向こうから来るのってココロとハグじゃない？地面に積もった花びらを投げ合ってるみたいだけど、何やってるんだろう。本当にいい汗かいたわ。お花見ってこんなにエキサイティングなものだったなんて、私全然知らなかったわ。ココロン、まだお花見は終わってないよ。ココロンのリードはまだ1点。ハグミ、絶対に逆転するから。あのさ、二人とも、お花見に逆転とかないから。そもそも落ちてる花びらを相手の体に当てて花びらがついたら1点とかって競技でもないし。そうなの？それじゃあどうやって勝敗を分けてるの？だからお花見に勝ち負けはないんだっての。なあかすみ、また特殊な奴らが現れたけど。って知り合いだ。しかもまた顔を合わせたことはあるだけで、あまり話したことないやつらじゃん。あ、コウくんじゃん。コウ
スに帰ってたらたまたまイブちゃんと会ったんだ。私はここで武士の特訓をしてました。もしかしてサークルじゃないところで花女の1年生メンバーが揃うの初めてじゃない？本当ですね。